中田康子中田康子は日本の元女優、宝塚歌劇団、日劇団シングチーム出身。数多くの日本映画で脇役、早くを卒なくこなした。1964年のハリウッド町、ミュージカル映画アスファルトガールでは歌って踊る主役を演じる。1933年、長野県松本市に生まれ、1946年、 松本高等科生女学校に入学。1950年、宝塚音楽学校入学。翌1951年、宝塚歌劇団に入団。同期生に星空光る、長谷川敏子、大田敏子ら。宝塚入団時の成績は34人中16位。星組公演、昔話下切れ鈴め、春の踊りで初舞台を踏む。 1953年2月28日付で宝塚大団最終出演公演の演目は花組公演白蓮記。日劇ダンシングチームに入団1955年日劇を辞め NHK のバラエティ番組やドラマに出るようになる1956年東宝と契約多くの映画に出演1958年東南アジア映画祭で 大英の長田正一社長と出会う。1959年、大英に移籍。多くの映画に出演。1964年、長田との別離を決断。これを機に、大英大社、女優引退という形で、表舞台を去る。1971年、松本市に帰住し、国立病院へ就職。ここで医師をしていた男性と結婚、男児一人も授かるが、 嫁姑問題などにより、離婚、愛息は中田が引き取り養育。1973年、長野県内で、ジャズダンススタジオを開く。1989年、熱海へ移住し、スタジオを当地に移し今に至る。吉刈り忍に関するカテゴリー。ありがとうございます。